今日は L の連載の撮影で、新宿の末広店に来ています。この後スペシャルゲストのある師匠と共にこの中を案内していただいて、いろいろ見て回ろうと思っています。今日の着物は色の夏の着物なんですけど、夏の着物でも柄いろいろある中でちょっと白ベースにして涼しげなカニとかが描かれてます。これカニなんです。で、寄せに合わせて、寄せってやっぱ江戸の文化なんで、ちょっとかっこいい雰囲気を出したいなと思って、この博多帯にして、この帯留めも寒瀬水っていうこの渦巻きの模様で、今日は帯の結び方はお太鼓じゃなくて銀座結びっていう、感激行ったりとか長時間座ったりする時とかにすごく楽な結び方にしました。で、これはパナマの巾着で、日傘はこの文字が書いてある、ちょっと寄せなんでちょっと言葉がたくさん出てくる場所なんで文字がいっぱい書いてあるのにしました。傘もちょっと最近集めちゃってて、もう何十本か持ってます。夏は絶対、いや、なんかやっぱ持ってる方が涼しそうじゃないですか。なんかサングラスとかより合うし、日傘は結構着物の時は割と使います。いつも草履ですけど、今日は下駄にしてちょっと涼しげに、音も涼しげなんで、歌舞伎とかだとなかなか下駄履けないですけど、この間師匠とお話ししてたら、なんか下駄とか全然落語は大丈夫だよって言ったんで下駄を履いてきました。髪型はちょっと前髪の雰囲気は八千草薫さんを意識しました。昭和の大女優おはようございます。かっこいい。すごい素敵。よろしくお願いします。わあ。今日よろしくお願いします。暑いですね。ね、本当に暑い。ここが楽屋なんですよ。お邪魔します。はい、です。そうなんです。ていうか舞台裏ですね。お。この大きな鏡を見て着物を着たりなんかを見たりなんかするという、例えばこういうふうにして、お、いや、こういってこれ、生着替えがかわいい花火だ。男の人は三周して、一瞬ですね。一瞬。本当男の人の着物は早いですね。ちょっと上がってみます？いいんですか。高座上がれることないから。ちょっと上がってみてください。すいません。こういう感じでこうやって、そうここからの景色って撮ったことないから、めったにないと思いますよ。舞台の上に今立たせていただいてます。大地、ここから見てもらう、もう手の取るようにあるでしょ。近いですもんね。こちらはね、末広亭がですね、開店十数年記念に贈られた落語家たちです。めっちゃ貴重なもんですよ。ちょっと私も写真撮っとこう。うん、撮っといて、撮っといて。ね、こんな、うん、私は2回いつでも来れますけど。まあ、そうだ、お客さんだからね。お客さんで。楽屋裏からは見る。さっきの楽屋の、はいはい、細いとこから見ますけども、うん、こういう客席から見ることは絶対ありえないんです。へー。うん、これはだから俺が貴重だよ。これ俺が貴重だよ。うわあ、すごいな。今日はね、特別な人しか解放しないで、みんながこの画角使っちゃうと珍しくなくなっちゃう。じゃあ特別なスペシャル、ありがとうございます。もうね、マドモアゼルユリアさんつってね、もうモデルもやってるんですよ。ディスジョッキーもやっていて、しかも着物のやつも、ね、YouTube やってるんですよ。もうとにかくだから何でもで英語も喋るいや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 、ね、でも、うん、家族でお正月とか本当に来たりしてるので、すごい嬉しいです。ありがとうございます。この間もいらっしゃったんじゃないですか。はい、この間も、うん、はい、結構来てるんですよ、彼女は。寄席に、末広亭に、はい、結構来てます。はい、まあ、それはお世話に、はい、あの時こちら君の時だったじゃないですか。そうです、こちらさんとか、はい、で俺は
次に出るよって、まあ、日にちが合わなかったんだけど見に来てくれた。また来ます。歌舞伎も行くんですよ。そうです、昔のものが好きでありながらモデルもやってるって、ね、そんな人いないよ。いや、ね、着物の YouTube 始めた方がいいよって。そう、あ、俺がね、そうです、いや師匠がね YouTube やった方がいいよって、うん、着物のね、もう、そう、着物いいじゃないですか、うん、でもそれこそね、師匠と新宿で出会い、ね、そうだ、新宿で出会い、そうそうそう、もうすぐここが開くみたいなんで、そう、ね、もうすぐ ね、まあ、開くんで、うん、お客さんちょっと撮っていいですか。ちょっと撮ってて大丈夫ですか。ダメな人はいます。じゃあ表ですけど、もう並んでおりますよ、お客さんが、ね、すごいたくさん並ばれてて、鳥を撮る人がここに、ほら、はい、夜の武士に林家太平、はい、で昼の武士の死因が春風亭一朝という、これ大きな字で書かれてる、うん、すごい右肩上がりですね、あの一とか、右肩が上がるでしょ。でこういう風に、これは夜の武で、これが昼の武で、はい、そのもっと上、一番で鳥が取るのが一番上が太平、はい、で昼の武が一平、はい、でその次には、今度はこのそこに三橋ってあるよ、はい、これがここやっぱり間がこう空いてるんですね。中取りって言ってね、中入りの時に出る人があそこに三橋、うんうんうん、であとそこに小三っていう、はい、だからこう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 ってだんだん今回の席では一番偉いのは一番こっちですよという感じの出方なんですよ。夜になるとここに電気が入る、うん、夜の景色もまたかっこいいですよね。そうなんですよ、うん、これが今日出る人の出番です。落語と講談はこの黒い文字で、そんであの他の漫談とか曲芸とか、そのは色物ってことで、色の字で書いてあるから色物って言うんですよね。俺よりよく知ってる。いや、ちょ、師匠の YouTube 見て学んで。見てるようで何言ってる。本当。今日はありがとうございました。いいえ、これだこそ、うん、ね。まあ末広亭なかなか見られないとこも。いや本当にいつも私本当にお客さんとして行っているので、うん、やっぱあの楽屋とか、うん、あの裏の動線とかは全く知らなかったし、しかも舞台にも上がらせてもらってしまって、もう最初で最後。そしてエンディングがこのね、お鳥様で有名な花など神社というところで、最高でございまして、また何かあったらいつでも、もう呼んでください、うん、ぜひよろしくお願いします。いやちょっと今日は粋なところをね、散歩してみました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか。いやもうすごい楽しかった。なんか講座に上がれることなんかもう一生ないと思うんで、あの入門しない限りもないと思うんで上がれて本当良かったです。でもやっぱり寄席はね、着物とか浴衣で行きたいなってすごい思いました。間違いないです、うん、なんか男女で行ってるのもすごいいい感じ、ね、いい感じ。あんだけね場所があの雰囲気あると、この格好で行くとその方がしっくりくるっていうか、自分もあの時代の一員になったような気持ちになれるっていうのがいいなって思います。じゃ引き続きあのもう見たら登録ボタンお願いします。 見た人もう絶対登録ボタン、あといいねもお願いします。やっぱり私もいつも落語聞きに行くとそっちに集中しちゃって、まじまじと建物見たことはなかったんで、あの2階の席のなんかちょっとした金具とか、あとまあガラス、窓ガラスとか、そういうなんか いろんな失礼がもう本当になんか一個一個すごく気を使ってて、古い建物の素敵な感じも見れてよかったなって思いました。なんで動けないんだ。大丈夫です。これユリアちゃんのチャンネルに、あ、え、これユリアちゃんのチャンネルの方ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。何でも何でもいいです。And I know I'm not the same.